荒井正吾、荒井正吾、荒井正吾、1945年、昭和20年1月18日隊は、日本の運輸官僚、政治家、奈良県知事、民選第17代、海上保安庁長官、第36代、参議院、議員、一期、外務大臣政務官、第1次小泉第2次改造内閣、第2次小泉内閣、 参議院文教科学委員長等を歴任した。大阪府八尾市に生まれ、奈良県大和郡山市で育つ、奈良女子大学附属高等学校、東京大学法学部卒業、大学在学中に国家公務員採用上級校主試験、法律に合格し、1968年に運輸省に入省した。本省勤務のほか、OECD 日本政府代表部への出向や、 シラキューズ大学、マックスウェル行政大学院への留学、公共経営修士、専門職を取得も経験する。1999年、海上保安庁長官に就任し、2001年に退官するまで務めた。2001年7月、第19回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で、奈良県選挙区から出馬し、民主党公認の元衆議院議員、 前田武史を破り初当選した。2003年、第一次小泉第二次改造内閣で、外務大臣政務官に任命され、第二次小泉内閣まで務める。2005年8月8日の郵政民営化法案の参議院本会議における採決では、党の賛成方針に反して退席し、投票を棄権したため、党から開国処分を受けた。2006年、 参議院文教科学委員長に就任。2007年3月5日、同年4月の奈良県知事選挙に出馬するため、大木千景参議院議長に辞職願いを提出し、9日の参議院本会議で辞職が許可された。4月8日投開票の奈良県知事選挙では自民、公明両党の推薦や引退する柿の本の吉谷知事の支援を受けて出馬し、 日本共産党の推薦を受ける前、生駒市議会議員を破り、当選した。2011年の奈良県知事選挙では、前年10月に再選出馬を表明していた荒井の圧勝が有力視されていたが、奈良県医師会長の塩見俊治が、関西広域連合への参加を掲げて、無所属での出馬を表明し、関西広域連合への参加を拒否する。 荒井県政を批判していた大阪府知事、当時の橋本徹が塩見への支持を表明。選挙戦で、荒井は職員は増え、予算にも無駄が出る。ならは、近隣府県から自立しければいけないと、引き続き、関西広域連合への不参加を強調したのに対し、告示日のわずか2日前に出馬を表明し、関西広域連合への参加を掲げる塩見が荒井を猛追し、 生駒市では塩見が新井の得票数を上回り、奈良市でも約3000秒差、全体では約7万秒差まで詰め寄られるも、組織票を手堅く固めた新井が再選された。2014年12月4日、奈良県議会本会議で、翌2015年の奈良県知事選挙に参戦を目指して、出馬する意向を表明した。出馬表明後も、 記者会見で関西広域連合への参加にはなおも否定的な見解を示してい,いが2015年1月生駒市長の山下誠が関西広域連合への参加を掲げて知事選への出馬を表明。選挙戦では関西広域連合長である井戸都志兵庫県知事も荒井への支持を表明し不参加に理解を示す一方荒井自身がこれまでの主張を一変させ 防災や観光等の分野に限定した関西広域、連合への部分的参加を表明。生駒市長を辞職して、立候補した山下に、約5万5千票差まで迫られるも、前回同様に、自民、公明両党の支持層を中心に組織票を手堅く、固め、3人の新人候補を下して参戦。当選後の4月14日、記者会見で改めて、 関西広域連合への部分的参加を表明し、加入に向けた手続きを進める方針を示した。同年7月23日、関西広域連合委員会に、奈良県の奥田義則副知事が出席し、防災、観光、文化振興の2分野に限った部分的参加を正式に表明。2015年7月23日に部分的参加を表明するまでは、奈良県は、 大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、和歌山県、徳島県、鳥取県の二府五県による救急医療や防災等の分野で、府県の枠組みを超えて連携、力し、地方分権の受け皿を作る目的で2010年12月に設置された特別地方公共団体である関西広域連合に、関西県の府県で唯一、不参加を表明していた。 奈良県知事である新井は奈良が大阪府の一部に編入されていた明治時代の一時期を挙げて当時は奈良には議席数も少なく小学校を作るのも大変だった住民の意向から離れた集権的組織地方文献に逆行する懸念がある等関西広域連合をはじめ同州制も含めた府県の枠組みを超えた連携を繰り返し批判し 広域連合長の井戸都市造兵庫県知事や2011年から全国知事会会長を務める山田刑事京都府知事から説得されても不参加の立場を一貫して崩さなかった。2008年に大阪府知事に就任した橋本徹は関西広域連合への参加を拒否する奈良県をたびたび批判し2011年2月24日には 駅の設置箇所やルートをめぐって議論が続いている、リニア中央新幹線の名や大阪間について、奈良県が参加を拒否し続ける場合は、リニアの路線計画を変更し、駅は奈良県内ではなく、京都府内への設置を国に働きかける考えを表明。これに対し、新井はリニア新幹線駅のルートや、駅の設置箇所は、運輸省時代に、 すでに決定されており、地方公共団体である関西広域連合の動きに不快感を示した。その後も一貫して不参加を主張していたが、2015年の奈良県知事選挙に際して、生駒市長の山下誠が関西広域連合への参加を掲げて出馬したのに、対し、新井は従来の主張を一変させ、一転して部分的参加を表明した。 しかし2016年4月、リニア中央新幹線の停車駅誘致をめぐり、京都や関西広域連合とは、絶対に仲良くしてはダメと発言するなど、従来の意見を引っ込めたわけではない。歌手の松山千春は、共通の友人を通じて信仰がある。2011年6月6日、松山は、奈良県庁を表敬訪問し、橋本徹大阪府知事、当時の主導によって進められる。 関西広域連合をはじめ関西圏の地方自治の連携に懸念を表明して、荒井知事にエールを送り、荒井は謝意を示した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。